してやる。今から100年以上前、人類は巨人の出現により絶滅の危機を迎えた。生き残った人類は3つの巨大な壁を築き、そこで100年の平和を実現させた。しかし845年、突然現れた超大型巨人および鎧の巨人によって、全ての日常が壁とともに破壊された。巨人により再び蹂躙された人類はウォールマリアを放棄、活動領域はウォールローゼまで後退した。その混乱により母を亡くし、復讐を誓った少年エレンは訓練兵団に入団。その3年間は少年を兵士へと変えた。そして850年、仕留めれば。行くぞ！そら
世話焼かれることもねえな。
されることもねえな。行くぞ！行くぞ！
ミカサの心に深い傷跡を残した出来事、それは幼い頃に経験した両親の死。そんな彼女を救ったのはエレンだった。ミカサはエレンの家に引き取られ、家族となる。エレンと行動を共にすべく訓練兵団に入団したミカサは首席で卒業。育ての親まで失った彼女は家族であるエレンを全力で守ることを誓う。あなたがいれば私は何でもできる。エレンとミカサの幼馴染であるアルミンは二人の後を追うように訓練兵団に入団する。3年の月日を経て彼らは無事に訓練兵団を卒業した。そして850年、人類は再びトロストクへ巨人の侵入を許した。エレンとアルミンは前衛部隊として初陣を余儀なくされる。
しかしエレンはその初陣でアルミンを助けるため巨人の餌食となってしまう。
あんなに早く動けるんだ。いや、ガスを吹かす。私にできることをやる。目標目の前。
こぼした。諦めない。